ヒデさんのどうです、11月14日日曜日ですね、もうあさってになりますね、廃校期展示会を行います。9時から17時、お店の営業は7時から20時なんですけれども、9時から17時ですのでお気をつけくださいませ。今回の目玉インパクトドライバー WH36DC、Bluetooth バッテリー付きの最新型のやつですね、これをちょっと特化でやろうかなということを、先ほどおっしゃっておりました。あとは Bluetooth バッテリーも単品でちょっと特化にしようかなということを言っておりましたので、お楽しみによろしくお願いいたします。あとはまあもちろん、いつもやってる黒シャチチップスをやりますし、あとはうちシステムケースがびっくりするぐらい売れるんですけれども、どうやらですね周りの販売店さん比べてもびっくりばっかり言っててすいません、すごく安いんですよ。なのでまあシステムケース、ねまた安くしますんでよろしくお願いします。あとはなかなか知られてないんですけれども、実はうちセーバーソブレード安いんですよ。これもね、ちょっと今一度宣伝しようかなと思ってますんで、この辺を特化でやりますんでよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとまだ悩みつつももうこれ喋ったらやるしかないんですが、12時から、まあ、目標2時間ぐらいなんですけれども、YouTube のライブ配信をちょっと考えております。なかなかね、過去そのライブっていうのを告知なしで、まあ、実験的にやったっていうのはあるんですけれども、なかなかその僕が接客についてしまったりするとカメラをボーンって置いてね、そのまま放置とかっていう場面ができてしまうんでなかなか難しいんですけれども、ちょっとスタッフの配置とかを考えて、なかなかごめんなさい、ずっとねカメラを向かってなんかコメントと会話ができればいいなとか、営業さんがね、ちょっと今回少ないっていうところもあって、そのいつもの後藤さんとの、まあ、絡みとかをね、見せつつ、ちょっとなかなかこのカメラと対峙したいっていうのは思ってるんですけれども、まあまあまあ、とにかくその12時からライブ配信一応考えてます。ちょっとうまくいくように頑張るんですけれども、はい、そんな感じで、まあ、遠方でなかなかねこの埼玉県所沢市来れないぞって方は、そんな感じで秀久とお付き合いしてくださればいいのかなと思いますんでよろしくお願いします。はい、続きまして、10時からの業者さんを数多く、お呼びしておりまして、ノブさんの雑貨市ってことで、なんかね某ネットショップちょっと有名なところらしいんで名前出せないんですけれども、人気のフライパンなんかを持ってこれるってことなんで、それだったりとか、あとは弊社でも取り上げました、あの包丁をね誰でも研げますよっていう研ぎ名人、まあ、この辺持ってきてくれるってことなんで、楽しみに、お願いいたします。あとは産経重設機器様ですね、私以前 YouTube で紹介させていただきました、ヘッドライト、非常に今オンラインストアでも人気でよく売れてるんですけれども、まあ、それを持ってきてくれたりとか、あとはですね、いろんなところで使いやすいよとかっていうアンカー、あとビスキャップとかも持ってたな、そういったものをまた並べてくれるってことなんで、よろしくお願いいたします。あとは、2回目の参戦でございます、ビューティーサロンユウさんですね、ハンドパラフィンパックっていうものらしいんですけれども、手荒れとか、まあ、この時期最高ですよね、そういったもの、ちょっとね僕が喋るとねよく聞こえなくなっちゃわないかが心配なんですけれども、その専用の美容液を溶かしたこの、まあ、とこにこう手を入れてね、なんかロウを塗ったような感じになるんですけれども、それでね、10分だか20分ぐらいこうやって置いといて、で、最後こうやって剥がすと、すごい手がこう潤っていいですよとかっていう、そのパックがあって、で、本来そのショップさんでは2000円ぐらいの、施術なんですけれども、今回その、ビューティーサロン U さんの LINE の登録をしてくだされば500円でやりますよとかって言ってましたんで、ぜひともね、LINE 登録してその500円で、やってみてはいかがでしょうか。なんかね、奥さん連れてきたりとか、彼女さん連れてくるとかっていうんで、ぜひともその秀久に来るですね、連れてくる口実に、ぜひとも旦那様よろしくお願いします。はい、あとは、サンドアート、まあ、教えてくれる一緒にやってくれるっていう方連れてきておりますので、一緒にやりますので、そのサンドアートの方が、まあ、販売っていうのもやりつつ、その、ぜひともお子様を連れてきてほしいってことを言っておりました。カラフルな砂がですね、こう用意されてて、で、こう、ちっちゃい小瓶があるんですけども、そこに、こう、砂をね、3色選んで、こう、層にしていくんですよ。でそうすると結構きれいなね、飾り物ができるみたいな感じなんですけれども、そのお子様がね、結構集中してこう綺麗なのを作ろうって言って頑張ってね、やってくれます。だいたい30分ぐらいかなでできるよとかって言ってました。なので、旦那さんは、まあ、廃校期ブースでゆっくり物を選ぶ、奥様は、ハンドパラフィンパックやる、でお子様は、サンドパックでおとなしく砂を作る、完璧ですね。こんな感じで、ぜひとも
秀久に来てください。よろしくお願いします。はい、そして、親方くん呼んでます。バッチリ呼ばせていただきました。一応ですね、予定がなかなか頑張って作ってもらいました。10時から15時というね、短い期間でありますが、多忙の中時間を作ってくれましたんで、ぜひとも会いに来てください。ですね、秀久オリジナル T シャツの販売、やってくださったりとか、あと今回限定で作りましたこのキャップですね、この辺を、なんか販売を手伝うよって言ってくださいましたんで、ぜひとも会いに来てください。このキャップはですね、15個限定となっておりますんで、よろしくお願いします。そしてこれ急遽決まりました。焼き鳥屋さんのですね、おっとり屋さんっていう方が来てくれます。私むちゃくちゃ楽しみでございます。10時からを予定してて、一応限定300本、販売しますよってことだったので、それをね、焼き鳥食べられるでしょ、で旦那さんはゆっくり買い物できるでしょ、で奥さんはね、まだ有料だけどハンドパラフィンやって、子供さんは、静かに砂を作る、完璧ですね。はい、じゃあそんな感じでですね、ちょっといろんな方が来てくれて、ちょっと11月の、14日のイベントは楽しくなりそうでございます。いつもね、急な告知でお前2日前かよとかって怒られちゃうんですけれども、申し訳ございません。はい、そんな感じで、11月14日日曜日、あさってですね、ぜひとも遊びに来ていただければなと思いますんで、今後ともヒデサをよろしくお願いします。以上、ヒデサの動画でした。お付き合いありがとうございました。